もうこの見た目からして嫌な予感しかしないよ。まあそれかの反応だね。常識的に考えてショッピングカートにジェットエンジンをつけるなんてまともじゃないと思うし、時々体を張った人がカートに乗る場合はあるけど、ここまで本格的なジェットエンジンっていうのはちょっと。サーリちゃん、こういうの好きなの？ごめんなさい、そんなわけないよね。当然だ。まったく、僕をどういう目で見ているんだか。ものすごい速さで走行はするけど、絶対に出たり、乗っている人が怪我をするようなことはないから、安心だよ。ジェットエンジンついたショッピング力1トンに乗るって時点で安心できないような。でもどうしてこんなカートを作ったの？ああ、ショック療法のためだよ。デルタの記憶喪失にはショック療法が一番かもしれないと思ってこれを作ったんだ。しよ、ショック療法のために。そう、指定したコースを超スピードで走り、どんな悪路や急斜面でも倒れずに走行可能な超バランス制御装置をつけたカート、それがこの白ツキング力1トなんだ。ジェットコースターなんか目地やないよ。ショッキングすぎると思うけど、こんなのに乗ってデルタ大丈夫かな？いや、ダメだった。もう乗せちゃったの？そんなに慌てなくても平気だ。命に別状はなかったし、怪我もしていない。ただ、本をなさるが言ったように、ショッキングすぎたせいで心にトラウマを負わせてしまったようなんだ。こんなのに乗せられたら誰でもそうなるよ。だが、失敗は成功の母とも言うだろう。この経験も、無駄ではないはずだ。無駄にならないことを祈るよ。じゃないと、デルタがかわいそうだもん。